こんにちは、フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。今まで潜在意識についていろいろと学んできましたね。皆さん理解できていますか？ここで少しテストをしてみましょう。私が質問しますので皆さんは答えてくださいね。まずは質問1です。潜在意識とは何ですか？はい、過去の自分です。はい、正解です。潜在意識は過去の自分の集まりですね。では次の質問です。潜在意識にアクセスする方法は何ですか？はい、6歳の自分をイメージすることです。はい、正解です。では次の質問です。潜在意識の中の6歳の子供の自分をインナーチャイルドと呼ぶのでしたね。このインナーチャイルドに対してこれまでに3つの接し方を学びました。それは何ですか？はい、癒す、褒める、叱るの3つです。はい、正解です。今まで3つの接し方を学びました。ところで、前回は潜在意識の自分を叱るという内容でしたね。この動画をご覧になった方は、ちょっと疑問を感じたかもしれません。あなたは6歳の自分をイメージして、こう言いました。もっと真剣に働きなさい。それはあなたのやるべきことよ。ちゃんと責任を担いなさい。自分から進んで仕事をしなさい。そして成果を出しなさい。でもあなたはこう思ったかもしれません。6歳の子にこんなこと言っていいの？なぜ大人のあなたをイメージして言わないのでしょうか？今日はその疑問にお答えしますね。ということで今日のテーマは、なぜ潜在意識は6歳をイメージするのかです。さっき答えていただいたように、潜在意識は過去の自分でしたね。でも過去にもいろいろありますよね。18歳の自分もいれば、6歳の自分もいるし、2歳の自分もいます。そのどれも潜在意識の中にいます。でもよく考えると、18歳の時の自分の潜在意識の中にも6歳の自分や2歳の自分がいますよね。18歳の自分はその上に成り立っているのです。そう考えると、潜在意識の中の潜在意識とは幼児期の自分だということになります。つまり人生の中で初めて何かを体験した乳幼児期こそが一番重要な潜在意識ということができます。だから潜在意識にアクセスするときは6歳をイメージするというわけです。6歳以下の頃は放っておくと、遊びたい、食べたい、めんどくさいと言ってやりたいことしかしないんです。だから前回の動画ではそれを叱ってやるべきことをするようにしつけましたね。6歳をイメージするのはあくまでも一番重要な潜在意識にアクセスする方法です。この潜在意識は今のあなたの中にある意識ですから、本当の子供ではありません。だから真剣に仕事をしなさいと言っても大丈夫なんですよ。今まで自分を変えるのが難しかったのは、幼児のイメージを使わずに現在の自分に話しかけていたからです。6歳のイメージを使うからこそ潜在意識にアクセスできるというのを忘れないでくださいね。